子プレイガイド TV、 皆さんこんばんは。さあ今回はもうすでにホールに来ております、はいね、はい、今回有効ラッキー宇佐店にお邪魔しているんですけれども、はいはい、有効ラッキーといえば、うん、大分3店舗ありますよね。ありますね、うん、はい、何のある？分かりますか？え、商人ヶ浜店と南本ヶ浜店と今日の宇佐店です。おー、はい、いきなり正解。今回の企画舞台は有効ラッキー宇佐店、新台人気台を中心に幅広いラインナップを取り揃えているホールです。さあ今回の企画は何をするんですか？それぞれの各チームごとに未来の行動が書かれてある日記、これに基づいて行動してもらいます。ちょっと待って、はい、なんかどこで聞いたことあった？聞いたことある。今回はパチンコ、パチスローに兼ねてやっていこうということで、そこに書かれた日記をもとに、はい、エンディングを、はい、ハッピーなエンディングを。そうですね。その時みなはそっと彼に口づけたみたいなこと書いてあると。楽しみ楽しみ、はい、なんで盛り上がってるんですか。まあ、行きましょう、はいはい、ハッピーなエンディングを迎えましょう、はい、ということで今夜もパチンコプレイガイド TV スタート。今回は未来に基づいた行動が書いてあるということで、それに伴って各チームそれぞれ行動してもらいます。はい、ということでね、今回もバトルに参加してくださる大分3店舗有効ラッキーグループさんの皆さん登場してもらっております。自己紹介お願いします。はい、有効ラッキー商人ヶ浜店の鎌原さんです。今日は楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。有効ラッキー南的ヶ浜店の一位です。よろしくお願いします。お願いします。はい、有効ラッキー宇佐店の片坊です。今日も一緒に頑張ってよろしくお願いします。お願いします。チーム分けの結果、今回のチームはこのようになりました。一体どんな未来が待っているのか楽しみですね。各チームの未来日記の内容は異なっており、それぞれ3つの日記が書かれています。気になる1枚目の内容は、最初のページ。それぞれ。全滅点。じゃあ、せーの飲んでいこうか。やってんのかい。なあ、二人。え、二人何？え、冬ソナ。冬ソナ。液晶で展開される恋愛ドラマを楽しんでいると、一人が大当たりをゲット。あまりの嬉しさに二人で通路をスキップした。そういう系これ。そういう系これ。では南的ヶ浜店チームの日記を見てみましょうか。ミスか何？な、俺ら何？ユーパチ&ライトミドルバラエティへ行った2人はどちらも大当たりを引きガッツポーズ。普通や。何回も見たことある。それ美味しい、美味しいのくれや。はい、行きますね。じゃーん。お、2人はパチンコ、北斗の拳、覇者に着席、激アツの麒麟柄を拝み、あまりの喜びで二人ともアントニオ猪木の顔になった。ちょっと待って、麒麟柄よ、なかなかこれ難しくないですか？ごくごく普通の内容もあったみたいですが、なかなか面白いことになりそうな感じですね。それぞれのチームの未来は一体どうなる？それぞれのチームの遊戯台はご覧の通り、日記通りの未来を描くことはできるのでしょうか。さあ最初にチャンスが訪れたのは、ちょっと、マジこれなんか、ちょっとなんか悪い予感が幸先悪いスタートになってしまいましたね。その頃、ハタボーさんにも動きがあったみたいですよ。セ
さあカットインの色は、しっかりと大当たりまでゲットしましたね。お見事です。では2枚目の日記を見てみましょう。せーの、じゃーん。今日の顔のままカウンター前にいるの、なんで？いやこれすぐできるよ。すぐできる。すぐ、行きましょうか。未来日記だから初めてデートした時の話、イエーイ。頭俺のデートとか、うん、誰も興味ない。まずお前誰って言ったら、頭みんな知ってますよ。自分実は大分市内の出身なんで、府内の方、大分の街中の方を二人で歩いたっていうだけの、何の面白くもない話なんですけど。嬉しい感じがする。高校1年ぐらいだから16か10それぐらいですね。はい、甘酸っぱい思い出ですね。さあ次は美穂、初〇〇のお話をお願いします。私は以前大分県でバードマンを初めて飛びました。 OK でしょ。もうこれかなり体張りましたから、はいはいはい、もう本当に上に上がった時はもう無理って思ったんですよ、はい、でも下で声援とかもあったので、声援があった、そう、温かい声たくさんいただいて、もう飛ぶしかないと思って自分で、あの時はよく頑張りましたね。では最後の未来日記を見てみましょう。どちらか一人がペカらせれば OK という内容みたいなので、あっさり達成しちゃうんじゃないですか。優勝はうさてんチームで決まりかもしれないですね。他のチームの様子でも見に行きましょうか。まだですよ。マックスタイプに負けるとはね。だってこれ何枚目だと思います？3枚目まで行っちゃった。マジで？早くガッツポーズ見せてくださいよ。すごい簡単なお題でしたよね。ただ、確認してください。もう行きましょう。せーの、よーい。イエーイ。行きましょう。頑張って。しかしここで鴨原さんに大チャンスのウェディングリーチが。大当たりゲットなるか。なんと2人とも大当たりゲットならず。商人ヶ浜店チームはかなり苦戦しているみたいです。その頃セイに赤保留が来たみたいですよ。
これで前回ハタボー苦戦したけどね。これでスパッて1位が当てれば。さあ後半戦スタート。すると早速イッチーさんにチャンスが来たみたいです。ちょっとセイ、もうちょっと頑張りましょうよ。あのね、俺さっきラーメン食ったよ、収録前。お腹いっぱいやわ。飲まないと。イチが、イチが。イチ見て。イチすごい。マジイチ。男。かっこいい。元気。元気100倍。オッケーイ。オッケーじゃない、オッケーじゃない、オッケーじゃない。日記よく見て。コーラを日本海一気に飲み干して元気100倍ね。一気に飲み干して元気100倍になったでしょ。あ、オッケー、オッケーです。オッケー、そんなもんオッケーです。せこいな。一気に飲み干して元気100倍今日なんで一人クリアね。めくるよ。大人って怖いですよね。大人怖い。はい、でれーコーラの勢いそのままにミリオンゴッド神々のゲームゼウスバージョンで爽快にゴッドゲームゲット。あら、アクションやな。いや、せいさん、え、少し強引な気はしますが、まあよしとしましょう。宣言通りゴッドゲームゲット、お願いしますよ。さあその頃ミナにチャンスが来たみたいです。リンジ来る、これは来る、絶対来る、絶対来る。ええー、ちょっと、今日も多分当たらないです。嘘だ嘘だ嘘、嘘、僕の手を握ってくれるかい。本当嘘を押すよ。3回目ですよ。誰か慰めてくれませんか。本当。3度目の正直もなかったみたいですね。今回は引き弱なミナが出てきてしまったようです。今日は気持ちすぎ、はい、絶好調です、ね、やったすごい。もう北斗でも活躍するし、まあね、初体験の私も活躍するし、はい、そして出た出勝った、勝った。さて、優勝ゲット。イエーイ、イエーイ、パンチパンチパン。ハタボーノリノリじゃないですか今日。多分聞こえたと思うんですけど、ハタボーが手からしちゃいました。手からしちゃいました。ということで終了。イエーイ、パンチパンチパン。終わり結果を見て分かる通り、うさてんが1位。イエーイ。
イエーイ。え、じゃあ俺らは2位でしょ。最後のあのね、ゴッドゲーム達成的な方が2位でしょ。え、なんでもうクリアしてないじゃないですか。2つはしましたよ。もう揉めないで揉めないで。1位は一つもクリアしたでしょ。わかりました。じゃあ2枚クリアしたから2位で。2位でしょ。ゴッドゲーム浜店2位、そして庶民浜店3位です。すいませんでした。まあでも楽しかったですね、今日もね。それではここで各店からのお知らせです。まずは庄人ヶ浜店からお願いします。それでは庄人ヶ浜店からのお知らせです。お願いします。せーの、機動戦士ガンダム、ドンキュしてます。はい、ありがとうございます。今回のパチンコパチスロ未来日記、いかがでしたでしょうか。日記の内容によっては普段からも気軽に楽しめるのもあったみたいですね。今回はハタボーさんの活躍がかなり目立っていました。甘酸っぱい思い出話もありがとうございます。いつも引き強のイッチーさんは今回は苦戦していましたね。庄人ヶ浜店チーム、いやー、かける言葉が見つからないです。次回はリベンジお願いしますよ。以上、パチンコパチスロ未来日記でした。いやね、はい、もう今日の企画面白かったけど。そうですね。あんなね、やっぱりこう未来書かれてましたけど、うん、あんなやっぱうまくいかんね。うまくいっちゃいました。うまくいったけど、でもほら、やっぱりほら、うん、俺らほら、あの U パチでね、初当たり手こずったり、うん、でもほら、マックスパシって当てたり。うん、あ、そうですよね。ね、やっぱりなかなかうまくいかんよな。なかなかでございます。そうです ね、 ね、あのウェディングリーチ3回来たんですけど、外しましたからね、全部ね、当てなきゃいけないところだったんですけど。そう、あ、でもその予測不能のね、展開がまたパチンコ場所楽しかったりするんでね、うん、そうです ね、 ね。ということで今週はこの辺で、皆さんおやすみなさーい。おやすみなさーい。ついにパチンコプレイガイドがウェブに集結。パチプレ TV からオリジナル動画、もちろんプレイガイドエンジェルスの限定動画も見せちゃいます。ぜひご覧あれ。